では伊勢崎外れの橋の上、初めてあの子に会った時から胸はドキドキ、心はウキウキ、いつでもお前のことだけさ、どうにもならないよ。街を歩いていてもご飯あの子のマウクがトントントン扉を立ってくるさ。待ち合わせはおなじみの伊勢崎外れの橋の上、橋の上、橋の上、橋の上。終わってないんですけど、あの曲の説明でございますよね。大工さん、宮古マスイムとか、この派生編もあるんですけど、本当は大体、小金町の辺なんですね、本当は。その、この彼女っていうのは一体人間なのか、何なのか、いろんなもの売ってますからね、それね。ね、誘惑があるよね。まあ、これは話しててもキリがないので、歌いに続きいきますけど、この歌、いろんなところで歌ってて、昔これやってたんですよ。じゃあこの辺に何橋あるなんて、伊勢崎外れの何橋でねなんて、なんとか橋、何々町の何々橋あたりでねなんて言うこと、足立区の方でやったら、あれ辺川多いじゃんか、いっぱいリクエスト来ちゃって、酔っ払ってからもう覚えられないんだよ。でそれで頭が変な混乱してきちゃってね。じゃあこれでもういいやなんて言っちゃったことがね、ちょっと言ってみるね。ああ、そうそうなんて、はい、何橋何橋なんですよ、どん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 言われちゃって、何が何だか分かんなくなっちゃって、待ち合わせはおなじみの中川あたりの土手の上、女の子に言うんです、土手の上、おいやプロレスラーみたいなのかなり何度も諦めようと思ったけれどどうにもならないよ。だって街を歩いていてもご飯を食べてる時も何度かの脳気がトントントン扉を叩くのさ。待ち合わせはおなじみの伊勢崎外れの橋の上、橋の上、おいや。待ち合わせはおなじみの宮田橋あたり、宮古橋あたりの港でね、港でね、おいや。待ち合わせはおなじみの伊勢崎外れの港でね、宮古橋あたりの港でね。